どうもミルトンです。勢いよく挨拶したんですけどね、もしこの動画に都会のバロラントのプレイヤーの方がいたら、シージ村のこと指さして今から笑わないでください。これね、やばい強化が来ました。なんとこのキャラクター40秒間スモーク焚けるようになりました。やばすぎ、やっぱ村やべえわ、田舎やばすぎ。お見せ物じゃねえんだぞお前ら。村ではな、算数なんか習わねえんだよ。村ではな、最高に決めんだよ。調子なんだよ。はい、ここはね、村も都会も共通のルートカットですね。ちょっと落ち着こうか。ごめんなさいね、ついちょっと村の長として許せなかったんですよね。なんか都会のバロガキたちがこっち見て指さして爆笑しそうなんで、ヤグイ FPS じゃん。ピチーン、ちょっと許せなかったんですよね。最高に言えんだよ。頭作ったら決めることだったら大変だからよ。最高に言えんだよ。もう本当に最高で決めてそう。あ、そう、アザミ弱体化してね、銃で簡単に壊せるようになった。そこまで OK。 うん、俺もいいと思う。こっからね、この次どうしたらいいかな。そうだ、カラカラカラカじゃねえよってなった。カラ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 40秒スモークたこう。違うゲーム変わっちゃう。あのね、センス、なんとカーテンの個数が4つになりました。3つから4つですね。はい、だから同じ通路に4つ分投げて敵と接敵した。今俺接敵してるよね。これ何やってるかっていうと、敵にカーテンぶん投げまくってんだけど、敵と戦わないようにしてる。あっ、だからなんつうの、打ち合うゲームじゃなくて、やめてもう、もう戦うのやめてって感じ。そう、打ち合いを避けて設置まで持ってく、ゲームになりましたね。そう、人数有利作ってカーテンを同じ敵にぶん投げまくってこうやって設置する。そう、なんか勝てんだよね。で、まだ1個余ってる。で、しかも極めつけ野良針だからね。もう俺多分これ死んでも勝ち確っすね。じゃあ甘えちゃおう。そう、これうざい。同じ敵に一生カーテン焚いて味方奇跡的に針だから、もう甘えちゃおう。いや、ごめん、甘えた。じゃあお前、そんななんかネガキャンみたいなことしてっけど、なんかいいやあんのかよ。いや、村の差としてはありますよ。いや、今の村は良くないんですよ。そのさ、算数覚えましょう。いや、算数じゃなくて、理屈で物事考えること、村やりません。サイコロで決める風習やります、やめません、そろそろ。うん、センスのスモークの秒数、コロコロコロ !4。4の目出たんでしょ。違う、じゃあ40秒やめましょう。それもうコロ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 4。違う、目の数が悪かったとか運が悪かった、やめましょうそれ。まずやめようそれ。いや、俺ね、マジでこれいい案ある。カーテンの1個の性能をめちゃくちゃ良くして、10秒間使えなくなるっていうクールタイム設ける。だから1つ目はもうカーテン1個の性能超上げる。で、2個目はクールタイム設ける。これだけ。要は俺の案としては、カーテンを通ったら 10% 移動速度がちょっと遅くなるから、カーテンをすり抜けることはちょっと怖いよねぐらいにしとく。性能にする代わりに10秒間使えない、だったらわかる。うーん、コロコロコロ4。やめよう。違う、やりすぎ。あ、これバレたね。でもね、これバレるじゃん。これ俺1回目でルートカット見せたと思うんだけど、敵もこれルートカットの戦術をしてくるから、そのルートカットをルートカットする戦術やん。いや、君そのルートカットをやろうとしたんですか。いや、僕分かってますよ。でもメガネクイクイしちゃったね。うん、この村では最強、田舎の大将やってます、最強です。僕もうそのルートカットのね、ルートも俺全部把握してるんで、このゲームやりすぎて。っていうかね、40秒ってそんな強いのかよなると思うんですけど、いや、FPS やっててある程度理解したら分かるだろ。いや、分かるよね。いや、分かるよ。やりすぎだよ。いや、俺がネタでいつも言ってる5000ウェイスモークがいつかね、できるんじゃないかって、俺は思ってる。もうやりすぎよ。めっちゃ強い、これ今。センス、バカ強い。だから、やべ。なんかピン立った。危ない。
だからもう同じ的にもうだからカーテン4つ使って40秒間見させないようにする。カーテン開けたらちょっとピークしてくるわ。やめ、もうやめさせる。バレてないな。いやいいね、グリムの範囲いいね。ちょっと待って、これ N 階上がってるから、 N 階のやつが上がれるようにカーテン焚いて壺ぐらいまで展開させんじゃん。次ビリヤードに焚くじゃん。まだ2個あるよあ、まあこのもう2個持ってるけどもう焚かなくていいかな。まあこれちょ、何この設置の仕方、シールド。ちょ、エリア狭いけどもう価値格だねああもう価値格だね。2個もうどうしようかな俺。これもうまあ勝ったけどね。はい、まあ今も真面目に使ったら2個余るぐらいだからやりすぎなんだよね。お、とどめさせない。でもなんかシールドについてるやつ引っかかって死にそうじゃない。ちょやめて、何カッコつけてんの。あ、格殺。ちょよくないね、カッコつけるな村人おお、バロラントに憧れるな。おい、都会に憧れるな。おいおい、バカにされるってんげ村だっせ。いやでもなんか都会のバロラントの方は何、味方と連携するアビリティとか全然ねえじゃん村って何、自己中なの。当たり前だろお前、村ではな個人主義なんだよあのな、教えてやる村の対策法。さっきの40秒スモークの対策法、サングラスをかけるだけ。あとお前何、お前やられまくってんだよ、弱くね。思われてそうなんで、ちょっと見せますか。いや、フラグトップなんですけどね。いやいやいや、なんか結構死んでる割には、いや、フラグトップなんですけどね。いや、96ぐらいですけどね。いや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 、なんか死ん、いやいや、メルトンちょっとなまってね。いやいやいや、分からせてしまいますか数字で黙らせる、これが結果で黙らせるというこのプロの形ですかね、元プロの形ですかね。新しいマガジンに交換。てかね、シールドの置き方はこう、敵の置き方は違う、これ教育ですよあ、じゃあオーバーウォッチの人格出てきた、ごめんなさい。あ、すいません、あ、教育はしません。あの、ちょっとお教えしたいと思います。そうなんですよ、あのね、都会のバロラントは相場さんドローンお願いします、ドローン買ってないですとかね、あの、じゃあドローン配達します、じゃあフラッシュ行きます、はいってやると思うんだけど、みんなで連携すんじゃん。シージは違えんだよ。あのキャラぶっ壊れてる、40秒スモーク誰か止めて。はい、俺止める、行ってくるわ。これなんだよサングラスかけて殺してくるわ、これなんだよ。だから完全個人主義なんだよ、こっちは個人技、常に個人技で殺すんだよ。でもしたらオーバーウォッチの村人たちはちょっと喜び、なんつーの、あいつら個人主義だからなんかこっち覗いてきそうだけど、え、何その村も一人で活躍できるわけ。オーバーウォッチ連携大事じゃん、思うでしょ。違うの、あいつら、いや俺やばすぎ、俺サポートの敵倒しすぎでしょ、味方の DPS 頼りねえか、俺が倒したわヒール量とか関係なくね。なるんですねお前らオーバーウォッチのヒーローこっち来い、はい、完全個人主義だ俺、こういう倒し方で止め続けんだよ。あれ、サングラスは、はいはい、右から飛び出そうと思いきや上から出る、うますぎちょっとうますぎるなこれな、ピークがな、こう鬼うまいねこれ、マジで綺麗これは。いや、1位ですか。あとこれ別の動画で言った方がいいかもしんないけど、なんかみんなさ、お前なんかピークうまくね思ってると思うんだよ、マジで思ってると思う、お前ピークうまくね。まあ俺昔からちょっとね、ピークは人一倍うまいんですけどね、あの仕方、いやちょっとごめんね、あの嫌味じゃないんですけどそう、うまいじゃん。あれどうやってやってるかっていうと、これトリックがあって、しゃがみ俺長押しでやってんだけど、まあ切り替えでもいいんだけど、しゃがんでる状態で立ち上がってすぐしゃがみボタン押すよね、もう立ちがみぐらいの勢い。だからもうなんつうの、完全に立ち上がらないの大事。そう、 80% ぐらい立ち上がるってすぐしゃがむってると判定ちっちゃくなるから、これやった方がいい、これマジ。あ、これね、ハッチ降りたら敵がいるんだけど、わざわざハッチの上から殺さないの。なんでかっつったら、1階に敵がいるってバレるから倒したら、だからまず中央階倒してから最大のハッチしたことです。こういうこと、頭いいわあ、今の頭いいわ。そう、ハッチしたいるわ殺すわ、単純すぎるんよ。
あ、待って、これバレてない俺。てかディフューザー落ちてるし。オッケー、でもバレてない。これ俺のこのとこに落ちてるから大丈夫。勝ってる。あ、今日もう頭回ってますね。はい、天才。はい、天才。村では最強、田舎の大将。ということで、あの皆さんも真似してみてください。メルトンでした。バイバイ。